内山交渉老指定書消防現像陰謀第1回昭和58年2月19日今日五条総選時にて収録。消防現像陰謀雲母山降格大師は当山の敵師なり釈迦牟尼仏より第30癖の宝尊なり当山宗の敵祖なり一日主に示して言わ陰母の字を縁と発せばすべからくこれ陰母になるべしすでにこれ陰母になんぞ陰母の字を売れ縁いわゆる陰母字を縁と思うはすべからくこれ陰母になるべしすでにこれ陰母になりなんぞ陰母の字を売れ縁この宗旨は直主無常菩提しばらくこれを陰母というこの無常菩提の低たらくはすなわち人十方界も無常菩提の証拠なりさらに菩提の人界よりも余るべし我らもかの人十方界の中にあらゆる長度なり何によりてか陰もあると知るいわゆる新人ともに人界に現れて我にあらざるゆえにしかありと知るなり見すでに私にあらず命は光陰に移されてしばらくもとどめがたし高岩伊豆くえかさりにし尋ねんとするに小石なしつらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子石心もとどまらず偏偏として往来すたといまなこまことありというとも五話のほとりに滞るものにはあらず陰もなるに無端に発信するものありこの心怒るより高麗もてあそぶところを投げ捨てて庶民門を帰還と願い庶民賞を昇仙と求むるひとえに私の所為にあらず知るべし陰もになるゆえにしかあるなり何をもてか陰もにてありと知るすなわち陰文字を縁と思うによりて陰もになりと知るなりすでに陰も人の面目あり今の陰文字を売れうべからず売れうるもこれ陰文字なるがゆえに売れえにあらざるなりまた陰文字の陰もあるにも驚くべからずたとい驚き怪しまるる陰もありともさらにこれ陰もなり驚くべからずという陰もあるなりこれただ仏寮に手領すべからず神寮に手領すべからず北海寮に手領すべからず人海寮に手領すべからずただまさにすでにこれ陰もになんぞ陰もの字を憂えんなるべしこのゆえに正式の陰もは陰もなるべし新人の陰もは陰もなるべし諸仏の陰もは陰もなるべきなり例えば地によって倒るる者の時を陰もなりと陰もえなるに必ず地によって起きるの陰もの時地によって倒るるを怪しまざるなり昔より言い来たり祭典より言い来たり天井より言い来たれるどうありいわゆるもし地によって倒るればかえって地によっておく地を離れてお金庫等を求むるもついにその利なしいわゆる道は地によりて倒るるものは必ず地によりておく地によらずしてお金庫等を求むるはさらにうべからずとなりしかあるをこねんして大悟を売る橋とし信心をものくる道とせりこのゆえにもしいかなるか諸仏浄土の道になると悶弱するにも地に倒るる者の地によりて送るがごとしというこれを参求して高麗をも到達すべし松城をも到達すべし小刀陰文字をも到達すべし
第五符号客名失名肥後下悲鳴下ともにこれ地に倒るる者の地によりて送る道理なりこれ天上天下の道徳なり祭天統治の道徳なり今王本来の道徳なり古物神仏の道徳なりこのと道徳さらに道未人あらず道おけつあらざるなりしかあれども陰もえの身にしてさらに不陰もえなきはこの言葉を参求せざるがごとしたとえ古物の道徳は陰も伝われりというともさらに古物として古物の道を悶弱せんとき向上の悶弱あるべし未だ祭天に道主せず天上に道主せずといえどもさらに道弱の道理あるなりいわゆる地によりて倒るるもの、もし地によりておひんことを求むるには無量号を降るにさらに置くべからず、まさに一つの活路より送ることを売るなり。いわゆる地によりて倒るるものは必ず空によりておき、空によりて倒るるものは必ず地によりて送るなり。もし陰もあらざらんはついに送ることあるべからず諸仏諸僧皆格のごとくありしなりもし人ありて陰も問わん空と地と愛さること行くばくぞ陰も悶弱戦に彼に迎えて陰も言うべし空と地と愛さること十万八千里なりもし地によりて倒るれば必ず空によっておき空を離れて起きること起きんこと求むるもついにその理なしもし空によりて倒るれば必ず地によりて起き地を離れて起きんことを求むるもついにその理なしもし未だ格のごとく道主せざらんは仏道の地空の量未だ知らざるなり未だ見ざるなりこの故郷の巻をやってからですね続いて仏性の巻をやろうと思ってたんです。仏性の巻っていうのは消防現像でもまあいわば、一番の最高峰 それをやろうと思ってたんだけどあの仏性の巻にねいや一番初めにその釈迦牟尼仏曰く一切至上質仏性一切至上質仏性如来成就無変訳だね。まあ普通は一切至上はことごとく仏性がある如来は成就にして変訳あることなしというこれはまあお釈迦さんが言われたとそれに対して道元禅師がねこの質仏性世尊道の一切至上質仏性はその終始以下これ何者か陰も来の道展望林なりとこう一番初めに書いたこのこれ何者か陰も来っていうのはねこのテキストの一番最後のだから239ページのですね下の段総計山大観禅師ちなみに南岳大恵禅師に示すに曰くこれ何者か陰もらいっていうねこれなんですがねその仏性っていうのは結局これ何者か陰もらいの道展望林なり要するに何者か陰もらいの、お説法だった
まあ、この仏性の巻の一番初めに出てる。そしてこの言葉が仏性の巻を読んでいく、まあ、根本的な目安になる言葉だ。そうするとね、仏性の巻を読むの前提として、まずこの陰謀の巻を先に読んでおく方が、その皆さんにも分かりんじゃなかろうかと、まあ、そう考えたもんだから、この陰謀の巻をやるわけです。でところが今ここじゃ、あの総計算大観禅師、ちなみに南岳大寺禅師に示すには、これ何者か陰もないと、この陰もの巻にはそれだけしか出てないけど、大体、まあ、これ有名なあの話だけど、南岳大寺禅師がね、六祖恵能大師のところやってきたんです。そういわく何のところより来た、一体どっから来たというわけですね。ホスト C は、スーザン暗黒師のところより来た、スーザン暗黒師のとこから参りましたと。そしたらそういわく何者か陰謀に来たる。で C、おっことなして六祖に何者か陰謀に来たるって言われてですね、南岳大寺禅師はその時、それがどういうことか、何者か陰謀に来たるというのは、何者がどうしてやってきたかというような意味だもんね。それでおっことなし、まあわからなかった、それに挨拶できなかった。そしてここにおいて執事すること8年、まさに禅話を制すと。それから南岳禅師は六祖について8年間ずっとついてた。で8年経った挙句にね、六祖のところ行ってその前の話を持ち出したわけだ。すなわち死に告げて曰く、絵上当初来たりし時、和尚暴行を接するに、これ何者か陰もらいちょ接することを得得すと。あの時に何者がどうしてやってきたかって言われたが、それがね、ようやっとその分かりましたっていうのはね、だからそういわく何時そもさんかえす、お前どういうふうに分かった。そしたら C いわく、切事一物即不中だ、一物を切事せんとするにだ、すなわち当たらずですね。それを言おうと思うけれど、もうしかしどんなこと言っても当たらないと、こう言って的中しないっていうんですね。そしたら今度は六祖が言わ、かえって殊勝を狩るやいない、それは修行をしたり消化、それを悟らなきゃダメなもんかって言ったら、殊勝はなきにあらず、すなわち善がすることを得ず、修行消化ってことはないわけじゃないけれど、その善なって汚すことですね、汚すことはできません。汚すっていうことはどういうことか、結局二つにはなりませんっていうことだ。そしたら六祖曰く、ただこの不善な、これ諸仏の五念するところなり、何時もまた如是、如是ってまあ格のごとしってことね、如是、我もまた如是、ないし祭典の諸祖もまたまた如是、こう言われたっていう、そういう話がある。で沢木老師はいつもこの、何もこの会員もらいっていうのをね、何者がどうしてやってきたかっていう、まあそういうふうに言われたね。それから陰謀についてはね、言葉で言えないあのあれっていう、そういう
こといつも言われてた。この大体この何この十馬ですね、それから陰も、これは宋時代のね俗語なんです。それで格のごとしとかその通りとかこの通りとかっていう意味ですね。そしてそれを疑問詞に向かって疑問詞として使ってですね、いかなるとかなんぞっていうような意味になる。でまあ言葉で言えないあのあれっていうのね、まあこれ今はどうか知らないけど、前の東京の職人衆なんかそのレコがねえって言ってレコがねえって言ってああいうような俗語だ。つまりこれ何者か因もないっていうのはね、言葉では絶対に言い表せない、言い尽くせない、その結局背筋一物即不中ですね。実物どうしても言い尽くせない、それを言うんですね。でまあ私の言葉で言いや生命の実物だ。この私はだからいつも生命の実物って言うけどね、そのこの生命の実物だけがどうも皆さんには分かりにくいらしいんだ。この間もね、わざわざ鳥取からね、あれだね、それ聞きに来た人がいたね。その私の生存と生命っていう本読んで、例のコップの話読んだけれど、このコップですね、全く初めての人もいられないわけじゃないから、もういっぺん繰り返すとだ、これコップ、私もコップ見てる、皆さんもコップ見てる、しかしながら私は私の角度から見てる、私の視力で見てる、こっちの方の光線加減で見てる、皆さんもそのこれだけの人がいるけど、みんな角度違う、視力も違う、光線加減も違うとなると、みんな違うじゃない。それであれなんだけれど、この間聞きに来た人、そういうふうにあれすると、みんなが感覚みんなの感覚が違うのは分かるっていうんだね。しかしながらそういう感覚を超えてですね、やっぱりコップっていう実物があるんじゃないですかって、こういうんだ、みんな考えるのはそれで分かんないんだなってことは私は分かっただからもう少し言葉をその補ってね、言わなきゃなんないって私思うんだけれど、ここにコップがありますよ。そうするとね、ここに人がいる。そうすると、これでもってこういうふうに見ると、これは感覚的には多様だ。感覚的にはまちまちですよ。しかしながらその感覚をね、これ統一して、このコップっていうのがあるためにはね、やっぱりコップっていうね、ここにコップそのものっていうね、これコップそのものっていう、いわゆるもの自体は、カントがいや、リングアンデッシーだ、そういうのがね、あればこそ、今度コップっていう、このコップっていうね、
このコップっていうその感覚多様を統一するね、統一する概念的なこのコップがあるはずだということですね。ではそうするとこのまたこのコップもある、このコップに対してあのコップもあるだろうし、ま、あのそれからたくさんこれまたある、そしておのおのこれコップっていうまたもの自体があると。ところがこういうのをまとめて一般的なコップっていう概念、コップ概念ができると。まあそう考えてんだと思うね、大体。そして、まあ、このコップもまたみらいろいろですよ、感覚が多様だ。これもやっぱり感覚は多様ですね。でしかしながらなんか このコップっていうために一つの実物を通してこのコップっていう一つの統一したものがあると考えるわけね。それでこういうふうに考えておいてね、今私がこれだとするね、私の見た通りあの世の中あるとこう全てねあの見た通りにあるって言ったらそれは感覚主義って言うんだね。そういう私は感覚主義を言ってるわけじゃない。それから自分私の思ったようにあるって言ったらこれは独我論的な観念論だ。これそういうこと言ってんでもない。それからそれに対してこういうもの自体があると、こういうこれはこのこういうコップの概念ができるのはこのもの自体があればこそだと考えるのはね、こういうのを素朴的実在論ですよね。あのまあ哲学でいやそういうことだ。でこういうのをこの場合こっちの方を主観と言い、こっちの方を客観というね、で今私はいつもコップを持ち出してそれでおのおのこれその絶対的に私のあの見た通りにあるんだ、そしてあのみんな見るあれが違うんだということはですね、決してその感覚論を言ってんじゃないんだ、から関連論は言ってんでもないんだ。生命の実物ってのは何かっていうとね、この主観と客観とっていうこの2つがね分かれる以前の生命体験、それを言ってんです。いいですか。それをこういう生命体験事実、これが実物だもん。これを生命の実物っていうんです。主と見るものと見られるもの、主観と客観、あるいは感覚する感覚されるもの、脳と書、あるいは自己と世界とっていう、そういうものが一切分かれる以前、分かれる以前これ事実は私がやっぱりこれ生命体験してあれしてんだ。だから生命体験だけだもん。その生命体験ね、このそれが生命の実物です。だから本当はねこれ事故とは言えない。しかしながら今直接的にその生命体験するのはこの今私の事故だもんね。だから一応事故っていう。で その生命体験があればこそ
この世界もあるんだし、その世界を生命体験することにおいて私は生きてんだし、あらゆる世界は私の生命体験と共にあるんだし、とこういうそういう実物の話ですよ。それでそういうんだから自己切りの自己とも言うんだ、人界切りの人界なんだ。だから自己人無人界人一切自己っていうのはそれなんです。それでこれそういう意味の自己を使うんだけれど、だからって言ってそのこの何て言うこの何て言う一歳分の一の私としての自分を言ってんじゃないんです、この自己はね。でそれはその人一歳自己のことを言ってるわけ。一歳と自己と別れる以前の自己を言う。それをあれですね、こういうそういうところに自己っていうのを使うのはね、ちょうどいつも言うけれど一家の中で奥さんにとって旦那さんは奥さんのお父ちゃんじゃないのにお父ちゃんって言うじゃないか。それは子供の立場に立ってお父ちゃんってこういうわけだね。で一家の主人っていうのはね、このお父ちゃんの子供にはお父ちゃんだけれど奥さんのお父ちゃんじゃないんだ。それと同じように今自己と生命の実物っていうのはね、生命体験そのものっていうの、これ自己っていうものは本当はこの私じゃないもの、この私じゃないもの、この私の思った通りある、見た通りにあるっていうのはそれは感覚主義や関連論だ。そうじゃない、今この主観と客観と分かれる以前の生命の生命体験の実物っていう、そういうのを今私が直接やるのは私以外ないんだから、生命体験っていうのは私が生命体験するんだからね。そういう意味でその自己っていうね、だからお釈迦さん仏教はまあお釈迦様によって始められたんだけど、お釈迦様だって自己の拠り所は自己のみなりっていうね、よく整えられし自己のみがその自己のより真の拠り所ないっていうね、そういう、あるいは自らに消えせよ、他に消えせよ、法に消えせよ、他に消えすることなかれっていう、やっぱり自己っていうもの。道元禅師でもその仏道を習うというは自己を習うなりというね、これはその自己は この私のことを言ってんじゃない、仏道を習うというはこの私の思ったことを習うんだ、そんなことじゃないで、また自由三昧というのね、これもそのこの生の生命体験の実物が実物になるという、それが自由三昧だ、自己切りの自己になるというのね、人無人界自己が人無人界自己になるというのがあるじゃん、これが自由三昧です。決してその一歳分の一としての私の話じゃない、こういうね生命の実物がこの自分に当てはめてみて、あそうだってこう本当にうなずけるかうなずけないかと、これはもう本当に自己だけの話だからね、その人その人だ。だからお釈迦さんが蓮華見性ってその花一つね持ち出した時に葉鞘尊者がそのまんまその自己切りの自己をすっと受け取ったんだ。それをその蓮華見性の話を私みたいに分かりい話にして話す人いないと思うよ、それでも分かんねえだそれでね、要するにそれっていうのはみんな概念的に考えることに癖つけられすぎてる、小さい時からね、この癖ってやつは容易なもんじゃないね。その
癖つけるともうその癖抜けられないらしい。しかし癖は癖ですよ。で本当にまっさらなくその生命の実物を、それをあれしてる。だからところはこの生命の実物をね、頭で考えると、これ頭ってやつは2つに分けるのね、見るものと見られるものと、二つに分けるでしょ。だからね、こういうここに実物があるとする。で今あの考える私があるとするね。そうすると この実物を見て頭でっていうと、まず主観と客観となんだから、主観はここまでって半分だけいくわ、2分の1だけ ここまで近づくわ。それからところがまだここに距離があるから、またこのところ2分の1だけ、そのもっと実物に近づいてみるわ。ところがまたまだ距離があるから、また2分の1だけまた近づいてみる。そしてこれまた2分の1だけ、また2分の1って、これ全くね、これそういうのを極限概念ってね。どこまで刻んでもね、そのものにはならない。だからここには無限の深さがあるわ。あ、だから実物ってものはね、頭で見たら無限の深さが有水だ。それでだから仏法っていうのは我々の頭で考えたら無限の深さがあって無限に有水だ。ところが本当は誰でも実物生きてんだ、生命の実物、事実生きてんだ、みんな誰でも彼でもね。それだからね、これあのあれですね、これは頭で考えちゃダメなんだ。そうじゃなくて頭で考えたら無限に到達しない。で結局そうじゃない、あのしょうがないから、あの宋時代のその前者はだね、これを陰もって生命の実物って私が言うけど、これ生命の実物って言って向こう側に置いちゃったらどうしても到達しないでしょ。だからそのあのあれって言って陰もっていう言葉使うの。陰もっていう言葉はそういうことでできてると思った。いいね。でこの陰もっていうのね、まあ本当はまた刻々流動してる面がある。頭で考えたね。それでそのこの陰もの巻きはそういう刻々流動している、生命の実物っていうといかにもその向こう側にのおとなしく固定的に静止してあるみたいに思うでしょ。そうじゃないんだ。これ俺実物は私自身なんだからね、生命体験しつつ生きてる自己なんだから、これは刻々流動してるんだ。それであれですね、宇治の巻には自己人無人海時事ってこう言ったって書いてあったでしょ。この生命の実物はこの自己が事実生きてる、と同時にそれが人無人海だ。ところがそれが同時に時事刻々だ。それで自己人無人海時事っていうのがあの宇治の巻にあったのもう忘れたろうなだけどあの言葉はね全てだ結局は。それで
今この陰謀の巻、それから次にやろうと思う仏性の巻はこの、刻々流動慈悲の面が余計書いてあるね。それに対して故郷の巻はこの自己自無人界っていうの、これが映るっていうね、そこに鏡っていうのな言葉持ってきてるわけだけど、今の場合慈悲っていう慈悲刻々の面が流動の面がその余計し示されてるわけ。それでまあ そういうことでその本文を読んでいくと雲母山降格大師は唐山の敵祖なり敵師なり高森仏より第三十九世の法尊なり唐山宗の敵祖なりと、これとあの唐山宗って言ってもいわゆる天台宗真言宗ってそういう宗旨として受け取っちゃいけない。そうじゃないと唐山大師一人の宗とするところってね、まあ早い話は私は沢木宗の弟子だ結局そういうことだ。一日主に示して曰く陰謀の字を縁と発せばすべからくこれ陰謀の人なるべしと、すでにこれ陰謀の人なんぞ陰謀の字を憂えんと。この陰謀字を縁と、この今の生命の実物だね、この生命の実物を縁と発せばってこう言うとね、そのこれを頭で生命の実物になろうと思うとこういうね、そういう欲得の話だらならばもうはるかに法の偏在を利却せるだ。その弁道話にあったけれど、人初めて法を求めるときはるかに法の偏在を利却せる。その仏法を求めるって言ったときにもうはるかに仏法から離れちゃってるんですね。そうじゃない、本当は実物なんだから、これは実物が実だから、すべからくこれ陰謀になるべしだ、実物が実物人でなきゃなんだということね。それ実物を求めようっていうのは、あの求めると頭で考えたら向こうが行っちゃうんだから二つになっちゃう。そうしたらちょうどね、求めるということ、私の座ってる座布団をこうやって引っ張ってこれなんとかどけようと思いますって言ったってどかないもん、その上に乗っかってんだからね。でそんなに頭で求めたらはるかに法の偏在を利却する。そうじゃない、すべからくこれ陰謀人になるべしだ。ところがね、実は誰だってこの実物を生きてるんだ、みんな実物を生きていない人間いないんだ。だからすでにこれ陰謀人だ。いや法華天目見のところでも言ったけど、どうせ我々十方仏土中もうどっちへどう転んでもその仏法の中にいるんだ。今ここではどっちへどう転んでも生命の実物生きてんだ。いやよっぽどノイローゼの人で私は実物生きていませんって一生懸命言ってるけど、それが実物だもん結局はね。でそのどっちへどう転んでも生命の実物生きてる。だからその生命の実物をね、野良犬がゴミためあさってなんかをでそのご食い物をねあさるように外へ向かって求める必要はないってことです。すでにこれ陰謀人
なんぞ陰もの字を憂えんつうのか。そう、たあの 仏法の話はいつでもそうなんですね。その生命の実物みんな生きてんだ。だから外へ向かってそのなんかそれをその得ようと思って求めちゃダメだ。はるかに法の偏在離却する。例えば諸悪魔草の巻にもあったね、あのそのもろもろの悪を作ることなかれだ、諸悪魔草だ、修善奉行、多くの善を奉行せよという。ところが善とか悪とかっていうのは外側にあるかっていうと外側にないもので、結局の話は何だって、自浄五位だ。これが是諸仏教だ。自分が自分になると、自分がこの自分は この私じゃないですよ、この自分じゃないですよ、そうじゃない、今人海自治のね、この生命の実物ぐるみの事故だ。それをそこへ落ち着くよりほかない。それは事実、誰でも彼でも今生命だ、見る私とそれから見られる世界と、それひっくるめたその別れる以前の生命の実物生きてるのは間違いないんだから、そういう自己人無人海自治の自己人無人海自治に落ち着くようでしょう。それが陰もの字を縁と発せばすべからくこれ陰もになるべし、常にこれ陰もに、なんぞ陰もの字を憂えんということだ。だからいわゆるは陰もの字を縁と思うはすべからくこれ陰もになるべし、すでにこれ陰もになる。いや、今言うように実物が実物するのはまず自分が実物だ。でところがみんな誰でもすでにこれ陰もになり、なんぞ陰もの字をえぐれん、実はすでに実物人なんだから、実物に向かって追い求めちゃダメ、焦ったりすることもない、ただ実物が実物に落ち着く。この修士は直修無常菩提しばらく、これを陰もという。この修士っていうのはその、まあ、その根本的意味ですね。それは直修無常菩提と、直修っていうのは直ちに赴くことっていうんですね。だから無常菩提に直に赴くこと、直に赴くことって言ったらどういうことかというと、無常菩提そのものってことだ。無常菩提って何かっていうと、無常っていうのはこの上ない。ところがこれいつも言うように二つを比較してこの上ないっていうんじゃないか、もう二つとない、比較を超えたそのものってことだ。菩提っていうのはまあ地、核、土というような意味があるけど、結局実物が実物するっていうことですね。つまりその二つとない実物が実物すること、これを今陰も、この無常菩提の体たらくはすなわち人十方界も無常菩提の証拠なり、さらに菩提の人界よりも余るべし。これもね、その証拠って少しばかりから余るべしって言うけれど、これもいつも言うように二つを比較して少ない余るっていうことを言ってんじゃないんですね。そうじゃない、人十方界がそのまんま無常菩提だっていうことです。で、そして我らもかの人十方界の中にあらゆる長度なり。今人十方界っていうのは私が今も言うようにこの
人事一方会っつって、この客観的な向こう側の世界だと思っちゃダメだもん。いいですか。そうじゃない、この人事一方会ってまあ言うけれど、これは私がこの事実生命体験するところに生きているのと同時に、人事一方会を経験するところに自己が生きていると同時に、自己が経験するところに人事一方会もあるんだ。だからその自己と人事一方会とってね、二つに分かれる以前だ。そういうその関係的にある。だから今我らっつってもね、あのいわゆる、一歳分の一の我らじゃないですよ。その人事一方会を本当にいつでも、人有人海自己、それが自己だ、我らですね。我らもかの人事一方会の中にあらゆる調度なり。だから決してね、調度って言っても調度品部分品というそういうもんじゃない。そうじゃない、そういう自己と人事一方会の関係においてですね、あのそういう関係的なあり方を今我らもかの人事一方会の中にあらゆる調度なりっていう。だから仏の調度は法であり、法の調度は仏であるというようなこともあるからね、結局仏さんと法とって一つなんだ。そういうあれを、片っぽはあの法は仏に対して調度だし、仏は法の調度だ。今ここでは我らは人事一方会の調度だ。で、何によりてか因もあると知る。いわゆる新人ともに人界に現れて、我にあらざるゆえにしかありと知るなり。身すでに私にあらず、命は行員に移されてしばらくもとどめがたし、抗がん遺族へかさりにし、尋ねんとするに小石なし、つらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子、赤心もとどまらず偏偏として往来するのね。結局ね、この今我らの信心ですね、我らの信心というのは、ね、これ同時に人事一方会、その、ね、いわゆる信心ともに人界に現れてね、そしてしかもこれ決まった実態としてはないということです。すべて刻々に、その刻々だから無事象ですね、事象がない。これ人無人海事事です。事事だから無事象、因縁象無事象っていうね。いや、その点ね、あのみんなあの今の人たち地上ばっかり見てるからつまらないと思うね。あれ目をね、天井に向けて、そしてその大空を見る、青空を見るっていうのと、青空の深さと無限の深さっていうのはそこにある。それからまた雲を見る。いや今日も午前中私何してたかって、ただ今日はピューピュー風でもって愛してるから、私の今のうちその空がよく見えるんでね、座っててこたつに入ってながら空がとってもよく見えるんで、あれ結構だもん。それでずっとあの午前中何にもしないで、ただ空見たら雲を見てた。この雲っていうやつはね、面白い。まあ本当に雲を
皆さんもね、雲をもっと親しんでみるといいと思う。雲ってやつは大きな図体していながら刻々に変化して、そしてふっと消えて、ふっと現れてって、ね、こんな妙なやつないね。しかしながらあれが結局は我々の全ての姿だ。いや、南岳大師も六村のとこ行かないで私のとこへ来たら、おお雲が来たらそういうとこだあの、いや本当に雲だもの。いや全く雲っていうのはコロッとした実体は一つもない、事象がない。いや大垣にいた時はね、あのことに大垣は良かったね。あの毎晩夕方散歩に出る。そうするとあっちのそのなんていうかな、あそこの平野のあの取り巻く山々のね、夏なんあの行った年の夏はことにあの入道雲がよくもくもく立った。であれですね、その日はあっちもこっちもこうもく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 雲が立ってた。これはことに木曽の御嶽山の上のね、雲がすごかった。それでいつもこう木曽の御嶽山が見えてんだけど、そこの上へ立ってる。このね、大体雲っていうのはね、私は今あの大空見るのと宇治川見るのとその二つ、川と空ばっかり見てんだからね。これは宇治川はね、渦ができる、もうとってもたくさん渦が巻くんだよ。それで渦川っていうんだねそれがね、あの、ただこう平面的に渦が巻くだけじゃなくてね、そのボイリングっていうんだそうだ、流体力学っていうと、こう湧いてくるようなね、ああいう雲も、あの雲じゃない、あの渦もあるもの。そうするとね、水の中でこう湧いてくるようなあれ、それがまた流れていくんだからね。ところがこれ空気中でも同じくなんだ。で、はい、話がこのあれですね、こっちの方からこういうふうにあのあ空気がこうして、こっちの方からこうしてって言って、でこういうふうにあれすると、ここではこう上りになるでしょ、上昇気流だ。そうするとここへもくもくとこうあの入道雲が立つわけですね。そしてここにそのこの入道雲がですね、夕方になってくるとほう、こういうふうにこう大きなあれでもって、あの赤色だね、赤い紫でこう立ち上がってる。これがその大垣で見たね、その御嶽山の上立ったあの時の、私一生忘れないと思うけど、もう全てが真っ暗になってるんだ。真っ暗になってるけども、その赤色に輝いたその入道雲がその木曽の御嶽山の上どっかりと立ってんだね。それが今度ね、もっと真っ暗になってくると、今度それがあの白い灰色、灰海色っていうんだね、灰海色に変わった頃から、今度はパッパッパッパね、そのあれですよ、稲妻がね、それこそパッパッパッパ、これあんまりね、こう見てて、あんまり激しいもんでね、こっちはあれですよ、大垣の田んぼの上でもって蚊に
夕方ちょうどその頃蚊がバーッと出てくるんだ。顔一生懸命こうやりながらね見てんだ。音は聞こえない、2、30里離れてんだ。それでもパッパッパッパね、あれをちょうど木曽の御嶽さん、その頃はまあ大夕立ちでしょ。それでそれからまあそれでもって帰ったけれど、だけどそれで真っ暗になっちゃってからこの夕立ちもまあそ今度は跡形もなく消え失せるんだ。そうして今度は星空になってさ、木曽の御嶽さんほっとして静かな眠りにつくっちゃう。これの夕立雲、これがまた人間の一生のね姿でもあるんだ。結局ね上昇気流のところに我々パッとこうした現れてさ、そしてなんだかんだってパッパパッパ稲妻やって、そしてまた急にふーっと消えちゃうんだ。これがねだからそれを何者か陰もらいってね、いや私のこと今年の、ね、年始上ねあれもうここで三四編紹介したけれど、本当にだ刻々に色も姿も変化して二度同じことなく二つ同じものなし、いずこともなく現れいずこともなく消えゆき、雲さながらに虚空に浮かぶってね、これみんな虚空に浮かんでんだ、ただ一応で、それでただ我々の抽象概念、我々の頭で考えたね、この考えの中だけで雲っていうのはあると思ってるのね。これは大昔から雲だその大昔から雲って言ってるで、今の我々も雲って言ってる、それからずっと何千年も何万年も経っても雲って言うでしょ。そうするといかにも雲ってのはあるかと思ってるわ。だけれど本当は雲っていうのは刻々です。それで雲だけじゃないもの、全てがそうだ。前にね北海道の小学校の先生だっていうのを手紙を起こして、私は札幌へ行ってで何か博物館の展示を見たんだ。そうしたらその古いものがそこに置いてあって、あなたは無常だって言うけれど、ああいう古いものがこうやって残ってるところから見ると無常とは思えないがどうでしょうかっていう手紙を起こした人がいたね。やっぱりそういうとまた差別用語だって言って文句言われるかもしれないけど、どうもやっぱり田舎の小学校の先生ちょっとお粗末だなって私は思ったわ。何これね、ダイヤモンドであろうとだ、これ何万光年何十億光年っていうのから見たらね、ダイヤモンドだって、あとは本当に刻々現れたと思った、すぐ消えたっていう、もう白物でしかないんだ。それをダイヤモンドは不朽不滅のものと思ってるとしてだ、これはよっぽどおさまつだ。我々の目はね少なくとも何十億光年っていうね、何十何百超高年ぐらいのことか、そういうとこから見渡してこないでしょ、間違うもん。そうするとあらゆるものがね刻々なんだ。そしてそういう刻々で絶対にこれってつかめないものね、それを今は生命の実物っていうので、そのいう生命の実物はこれ切字一物即不中なんだから陰もとしか言えない。それだから我々の概念存在でさえも我々はさもう消したけれど生命の実物の中にあるんだからね、それぐるみ刻々だ本当は。
で、そういう今言ったようにだから陰もっていうのね、陰もっていうのはだいたい無常、お釈迦さんの言う無常ね、あれ無常概念からこう発展してきてるわけです。お釈迦さんの場合諸行は無常だっていうね、それと同時にあの全ては、これあるがゆえに彼あり、彼あるがゆえにこれありという縁起、全て縁起諸行だ、縁起によって成り立ってるっていうね。今これ結局これですよね。こういうふうに空気が流動するでしょ。そしてこのところに上昇気流のところにこういうあれが、これは無常です、流れだからね。しかしこのところいかにもできたっていうの、これ縁起諸行だ。空気が流動するところに大きな入道雲がいかにもできてきたっていうのね、これ縁起諸行です。それでところが、そのそういうお釈迦さんの仏教がその後あれですね、金剛般若経なんかになると、あのこれもこの前に会したことあるけれど、一切の諸僧はすなわち僧にあらずってね、金剛般若経に出てるけど、あらゆるものは非僧だ、僧にあ、僧でない、あらゆる僧ってね、諸僧は非僧です、あらゆる諸僧は、一切諸僧は僧にあらず、諸僧は非僧です。で、内山高鐘楼指定称聖宝現像陰模第1回昭和58年2月19日今日五条総選寺にて収録。聖宝現像陰模雲母山光覚大師は東山の敵師なり、釈迦牟尼仏より第30癖の法尊なり、東山宗の敵祖なり、一日主に示して言わ、陰謀の字を縁と発せばすべからくこれ陰謀になるべし、すでにこれ陰謀人、なんぞ陰謀の字を触れ縁、いわゆる陰謀字を縁と思うはすべからくこれ陰謀になるべし、すでにこれ陰謀人なり、なんぞ陰謀の字を触れ縁、この修士は直修無常菩提しばらくこれを陰模という。この無常菩提の低たらくはすなわち人十方界も無常菩提の証拠なり、さらに菩提の人界よりも余るべし。我らもかの人十方界の中にあらゆる超度なり、何によりてか陰模あると知る。いわゆる新人ともに人界に現れて我にあらざるゆえにしかありと知るなり、みすでに私にあらず命は光陰に移されてしばらくもとどめがたし、光眼いずくえかさりにし尋ねんとするに小石なし、つらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子石心もとどまらず変変として往来す、たとえまなこ、まことありというとも、五話のほとりに滞るものにはあらず、陰もなるに無端に発進するものあり、
この心を怒るより高麗もてあそぶところを投げ捨てて庶民門を帰還と願い庶民賞を昇仙と求むる。ひとえに私の所為にあらず知るべし陰もになるゆえにしかあるなり。何をもてか陰もに手ありと知る。すなわち陰文字を縁と思うによりて陰文になりと知るなり。すでに陰文人の面目あり、今の陰文字を憂うべからず、憂うるもこれ陰文字なるがゆえに憂えにあらざるなり。また陰文字の陰もあるにも驚くべからず、たとえ驚き怪しまるる陰もありともさらにこれ陰もなり。驚くべからずという因もあるなり。これただ仏量に手量すべからず、心量に手量すべからず、北海量に手量すべからず、人海量に手量すべからず、ただまさにすでにこれ因もに、なんぞ因もの字を憂えんなるべし。このゆえに正式の因もは因もなるべし、信心の因もは因もなるべし、諸仏の因もは因もなるべきなり。たとえ鉢によって倒るる者の時を因もなりと因もえなるに、必ず地によって起きるの因もの時、地によって倒るるを怪しまざるなり。昔より言い来たり、祭典より言い来たり、天上より言い来たれるどうあり。いわゆるもし地によって倒るれば、かえって地によっておく。地を離れてお金庫等を求むるもついにその利なし。いわゆる道は地によりて倒るるものは必ず地によりておく。地によらずしてお金庫等を求むるはさらにうべからずとなり。しかあるをこねんして大悟を売る橋とし、信心をもぬくる道とせり。このゆえにもしいかなるか諸仏浄土の道になると悶弱するにも、地に倒るる者の地によりて送るがごとしという。これを参求して高麗をも到達すべし、末上をも到達すべし、小刀陰文字をも到達すべし。大悟不悟、客名失名、非語下非名下、共にこれ地に倒るる者の地によりて送る道理なり。これ天上天下の道徳なり、祭典統治の道徳なり、古往今来の道徳なり、古物神仏の道徳なり。この道徳さらに道未人あらず、道おけつあらざるなり。しかあれども陰もえの身にしてさらに不陰もえ、なきはこの言葉を参求せざるがごとし、たとえ古物の道徳は因も伝われりというとも、さらに古物として古物の道を悶弱せんとき、向上の悶弱あるべし。いまだ祭典に同種せず、天上に同種せずといえども、さらに同弱の道理あるなり。いわゆる地によりて倒るるもの、もし地によりてお貧ことを求むるには、無量号を降るにさらに置くべからず、まさに一つの活路より送ることを売るなり。いわゆる地によりて倒るるものは必ず空によりて置き、空によりて倒るるものは必ず地によりて送るなり。もし陰もあらざらんはついに送ることあるべからず、諸仏諸祖皆格のごとくありしなり。もし人ありて陰も問わん、空と地と愛さること幾ばくぞ。陰も悶弱せんに彼に向かいて陰も言うべし、空と地と愛さること十万八千里なり。もし地によりて倒るれば、必ず空によっておき、空を離れて起きること、起きんこと求むるもついにその利なし。もし空によりて倒るれば、必ず地によりて起き、地を離れて起きんことを求むるもついにその利なし。
もし未だ格のごとく同種せざらんは仏道の地空の量未だ知らざるなり未だ見ざるなり。この故郷の巻をやってからですね、続いて仏性の巻をやろうと思ってたんです。仏性の巻っていうのは正法眼蔵でもまあいわば、一番の最高峰、それをやろうと思ってたんだけど、あの仏性の巻にね、いや一番初めにその釈迦牟尼仏曰く一切至上質仏性、一切至上質仏性、如来成就無変訳だね。まあ普通は一切至上はことごとく仏性がある、如来は成就にして変訳あることなしという、これはまあお釈迦さんが言われたと。それに対して道元禅師がね、この一あの質仏性世尊道の一切至上質仏性はその終始いかん、これ何者か陰も来の道展望になりと、こう一番初めに書いてある。このこれ何者か陰も来っていうのはね、このテキストの一番最後のだから239ページのですね下の段、総計算大観禅師、ちなみに南岳大恵禅師に示すに曰く、これ何者か陰もらいっていうね、これなんですよね。その仏性っていうのは結局これ何者か陰もらいの道展望林になり、要するに何者か陰もらいの、あのお説法だった。まあ仏性の巻の一番初めに出てる。そしてこの言葉が仏性の巻を読んでいく、まあ、根本的な目安になる言葉だ。そうするとね、仏性の巻を読むの前提としてまずこの陰もの巻を先読んでおく方がその皆さんにも分かりんじゃなかろうかと、まあ、そう考えたもんだからこの陰もの巻をやるわけです。でところが今ここじゃあの総計算大観禅師、ちなみに南岳大恵禅師に示すにはこれ何者か陰もらいと、この陰もの巻にはそれだけしか出てないけど、大体、まあ、これ有名なあの話だけど、南岳大恵禅師がね六祖江能大師のところやってきたんです。そういわく何のところより来た、一体どこから来たというわけですね。そうすると師いわくスーザン暗黒師のところより来た、スーザン暗黒師のとこから参りましたと。そしたらそういわく何者か陰もに来たる、で師置くことなしと、六祖に何者か陰もに来たるって言われてですね、南岳大恵禅師はその時、それがどういうことか、何者か陰もに来たるっていうのは何者がどうしてやってきたかっていうような意味だもんね。それで置くことなし、まあわからなかった、それに挨拶できなかった。そしてここにおいて執事すること8年、まさに禅話を制すと。それから南岳禅師は六祖について8年間ずっとついてた。
それで8年経った挙句にね、六村ところ行ってその前の話を持ち出したわけだ。すなわち死に告げて曰く、絵上当初来たりし時和尚暴行を接するに、これ何者か陰も来と接することを得得す。あの時に何者がどうしてやってきたかって言われたが、それがね、ようやっとその分かりましたっていうのはね、だからそういわく何時そもさん返す、お前どういうふうに分かった。そしたら C いわく、切事一物即不中だ。一物を切事せんとするにだ、すなわち当たらずですね。それを言おうと思うけれど、もうしかしどんなこと言っても当たらないと、こういう的中しないっていうんですね。そしたら今度は六祖が言わ、かえって殊勝を軽やいなや、それは修行をしたり消化、それを悟らなきゃダメなもんかって聞いたら、主将はなきにあらず、すなわち善がすることを得ず、修行消化ってことはないわけじゃないけれど、その善なって汚すことですね、汚すことはできません。汚すっていうことはどういうことか、結局二つにはなりませんっていうことだ。そしたら六祖曰く、ただこの不善な、これ諸仏の五念するところなり、何時もまた如是、如是ってまあ格のごとしってことね、如是、我もまた如是、ないし祭典の諸祖もまたまた如是、こう言われたっていう、そういう話がある。で、沢木老師はいつもこの、何もこの会員もらいっていうのをね、何者がどうしてやってきたかっていう、まあそういうふうに言われたね。それから陰謀についてはね、言葉で言えないあのあれっていうの、そういうことをいつも言われてた。この大体この何、この十魔ですね、それから陰謀、これは宋時代のね俗語なんです。それで格のごとしとか、その通りとか、この通りとかっていう意味ですね。そしてそれを疑問詞に向かって、疑問詞として使ってですね、いかなるとか、なんぞっていうような意味になる。で、まあ、言葉で言えないや、あのあれっていうのね、まあこれ、今はどうか知らないけど、前の東京の職人衆なんか、レコがねえって言ってレコがねえって言ってああいうような俗語だ。つまりこれ何者か言いもらいっていうのはね、こう言葉では絶対に言い表せない、言い尽くせない、その結局切事一物即不中ですね。実物どうしても言い尽くせない、それを言うんですね。で、まあ私の言葉で言いや、生命の実物だ。この私はだからいつも生命の実物って言うけどね、そのこの生命の実物だけがどうも皆さんには分かりにくいらしいんだ。この間もね、わざわざ鳥取からね、あれだね、それ聞きに来た人がいたね。私の生存と生命っていう本読んで、例のコップの話、
読んだけれど、その、こっち、まあ、このコップですね、まあ、全く初めての人も いられないわけじゃないから、まあ、もう一遍繰り返すとだ、まあ、これコップ、私もコップ見てる、皆さんもコップ見てる。しかしながら、私は私の角度から見てる。私の視力で見てる。こっちの方の光線加減で見てる。皆さんも、その、これだけの人がいるけど、みんな角度違う。視力も違う。光線加減も違う。となると、みんな違うじゃない。それで、あれなんだけれど、この間聞きに来た人、そういうふうに、あれすると、まあ、みんなが感覚、みんなの感覚が違うのは分かるっていうんだね。しかしながら、そういう感覚を超えてですね、やっぱりコップっていう実物があるんじゃないですかって、こういうふうな、みんな考えるのは それで分かんないんだなっていうことは私分かっただからもう少し言葉をその補ってね、言わなきゃなんないって私思うんだけれど、ここにコップがありますよ。そうするとね、ここにまあ人がいる。そうするとこれでもってこういうふうにまあ 見る。とこれはまあ感覚的には多様だ。感覚的にはまちまちですよ。しかしながらその感覚をね、これ統一してこれコップっていうのがあるためにはね、やっぱりコップっていうね、ここにコップそのものっていうね、これコップそのものっていう、いわゆるもの自体は関東がいや、リングアンデシーだ、そういうのがねあればこそ、今度コップっていう、このコップっていうね、このコップっていうその感覚多様を統一するね、統一する概念的なこのコップがあるはずだということですね。で、そうするとこのまたこのコップもある、このコップに対してあのコップもあるだろうし、ま、それからたくさんこれまたある。そしておのおのこれコップっていうまたもの自体があると。ところがこういうのをまとめて一般的なコップっていう概念、コップ概念ができると。まあそう考えてんだと思うね、大体。そしてまあこのコップもまた見らいろいろですよ。感覚が多様だ。これもやっぱり感覚が多様ですね。でしかしながら、なんかこのコップっていうために一つの実物を通してこのコップっていう一つの統一したものがあると考えるわけね。それでこういうふうに考えておいてね、今私がこれだとするね、私の見た通り、世の中あると、こう全てね、見た通りにあるって言ったら、それは感覚主義って言うんだね。そういう私は感覚主義を言ってるわけじゃない。それから自分、私の思ったようにあるって言ったら、これは独我論的な観念論だ。これそういうこと言ってんでもない。それからそれに対してこういうもの自体があると、こういうこれはこのこういうコッ
コップの概念ができるのはこのもの自体があればこそだと考えるのはね、こういうのを素朴的実在論ですよね。まあ哲学でいやそういうことだ。でこういうのこの場合こっちの方を主観といい、こっちの方を客観というね、で今は私はいつもコップを持ち出して、それでおのおのこれその絶対的に私の見た通りにあるんだ、そしてみんな見るあれが違うんだということはですね、決してその感覚論は言ってんじゃないんだから観念論は言ってんでもないんだ。生命の実物ってのは何かっていうとね、この主観と客観とってこと、この二つがね分かれる以前の生命体験、それを言ってんです。いいですか。それをこういう生命体験事実、これが実物だもん、これを生命の実物っていうんです。主と見るものと見られるもの、主観と客観、あるいは感覚する感覚されるもの、脳と書、あるいは自己と世界とって、ね、そういうものが一切分かれる以前、分かれる以前、これ事実、私がやっぱりこれ生命体験してあれしてんだ。だから生命体験だけだもん。その生命体験ね、それが生命の実物です。だから本当はねこれ事故とは言えない。しかしながら今直接的にその生命体験するのはこの今私の事故だもんね。だから一応事故っていう。で その生命体験があればこそこの世界もあるんだし、その世界を生命体験することにおいて私は生きてんだし、あらゆる世界はそう私の生命体験と共にあるんだし、こういうそういう実物の話ですよ。それでそういうんだから自己入りの自己とも言うんだ、人界入りの人界なんだ。だから自己人無人界人一切自己っていうのはそれなんです。それでこれそういう意味の自己を使うんだけれど、だからって言ってそのこのこなんていうこのなんていう一歳分の一の私としての自分を言ってんじゃないんです、この自己はね。でそれはその人一歳自己のことを言ってるわけ。一歳と自己と分かれる以前の自己を言う。それをあれですね、こういうそういうところに自己っていうのを使うのはね、ちょうどいつも言うけれど一家の中で奥さんにとって旦那さんは奥さんのお父ちゃんじゃないのにお父ちゃんって言うじゃないか。それは子供の立場に立ってお父ちゃんってこういうわけだね。で一家の主人っていうのはね、このお父ちゃんの子供にはお父ちゃんだけれど奥さんのお父ちゃんじゃないんだ。それと同じように今自己と生命の実物っていうのはね、生命体験そのものっていうの、これ自己っていうものは本当はこの私じゃないもの、この私じゃないもの、この私の思った通りある、見た通りにあるっていうならそれは感覚主義や関連論だ。そうじゃない今この主観と客観と分かれる以前の生命の生命体験の
実物っていう、そういうのを今私が直接やるのは私以外ないんだから、生命体験っていうのは私が生命体験するんだからね。そういう意味でその事故っていうね、だからお釈迦さん、仏教はまあお釈迦様によって始められたんだけど、お釈迦様はだって事故の拠り所は事故のみなりっていうね、よく整えられし事故のみがその事故の拠り所、真の拠り所なりっていうね、そういう、あるいは自らに消えせよ、他に消えせよ、法に消えせよ、他に消えすることなかれっていう、やっぱり事故っていうもの、道元禅師でもその仏道を習うというは事故を習うなりっていうね、これその事故は この私のこと言ってんじゃない、仏道を習うというかこの私の思ったことを習うんだ、そんなことじゃない。でまた自由三昧っていうのね、これもそのこの生の生命体験の実物が実物になるっていう、それが自由三昧だ、自己切りの自己になるっていうのね、人無人界自己が人無人界自己になるっていうのがあるじゃん、これが自由三昧です。決してその一歳分の一としての私の話じゃない、こういうね生命の実物がこの自分に当てはめてみて、あそうだってこう本当にうなずけるかうなずけないかって、これはもう本当に自己だけの話だからね、その人その人だ。だからお釈迦さんが蓮華見性って言ってその花一つね持ち出した時に、葉生尊者がそのまんまその自己入りの自己をすっと受け取ったんだ。それをその蓮華見性の話を私みたいに分かりいい 話にして話す人いないと思うよ、それでも分かんねえんだそれでね、要するにそれっていうのはみんな概念的に考えることに癖つけられすぎてる、小さい時からね、この癖ってやつは容易なもんじゃないねその癖つけるともうその癖抜けられないらしい。しかし癖は癖ですよ。で本当にまっさらなくその生命の実物を、それをあれしてる。だからところはこの生命の実物をね頭で考えると、これ頭ってやつは2つに分けるのね、見るものと見られるものとって2つに分けるでしょ。だからね、こういうここに実物があるとする、で今考える私があるとするね、そうすると この実物を見て頭でっていうと、まず主観と客観となんだから、主観はここまでって半分だけいくわ、2分の1だけここまで近づくわ、それからところがまだここに距離があるから、またこのところ2分の1だけ、そのもっと実物に近づいてみるわ、ところはまたまだ距離があるからまた2分の1だけまた近づいてみる、そしてこれまた2分の1だけまた2分の1って、これ全くね、これそういうのを極限概念ってね、どこまで刻んでもねそのものにはならない。だからここには無限の深さがあるわ、だから実物ってものはね頭で見たら無限の深さがある、有水だ。それでだから
仏法っていうのは我々の頭で考えたら無限の深さがあって無限に有水だ。ところが本当は誰でも実物生きてんだ、生命の実物、事実生きてんだ、みんな誰でも彼でもね。それだからね、これあれですね、これは頭で考えちゃダメなんだ。そうじゃなくて頭で考えたら無限に到達しない。で、結局そうじゃない。しょうがないから、宋時代のその前者はね、これを陰もって言うの。生命の実物って私が言うけど、これ生命の実物って言って向こう側に置いちゃったらどうしても到達しないでしょ。だからそのあれって言って陰もっていう言葉を使うの。陰もっていう言葉はそういうことでできてると思った。いいね。でこの陰もっていうのね、まあ、本当はまた刻々流動してる面がある。頭で考えたね。それでそのこの陰もの巻はそういう刻々流動している、生命の実物っていうといかにもその向こう側にのおとなしく固定的に静止してあるみたいに思うでしょ。そうじゃないんだ。これ俺実物は私自身なんだからね、生命体験しつつ生きてる自己なんだから、これは刻々流動してるんだ。それであれですね、宇治の巻には自己人無人海時事ってこういった書いてあったでしょ。この自己、生命の実物はこの自己が事実生きてる、と同時にそれが人無人海だ。ところがそれが同時に時事刻々だ。それで自己人無人海時事っていうのが宇治の巻にあったのもう忘れたろうなだけどあの言葉はね全てだ結局は。それで、今この陰もの巻、それから次にやろうと思う仏性の巻はこの、刻々流動時事の面が余計書いてあるね。それに対して故郷の巻はこの自己人無人海っていうの、これが映るっていうね、 そこに鏡っていうような言葉持ってきてるわけだけど、今の場合時事っていう時刻々の面が流動の面がその余計示されてるわけ。それでまあ そういうことでその本文を読んでいくと雲梧山広角大師は東山の敵祖なり、敵師なり、高森仏より第三十癖の法尊なり、東山宗の敵祖なりと。これと東山宗って言ってもいわゆる天台宗、真言宗っていうそういう宗旨として受け取っちゃいけないと。そうじゃないと東山大師一人の宗とするところってね、まあ早い話は私は沢木宗の弟子だ結局はそういうことだ。一日主に示して曰く、陰もの字を縁と発せばすべからくこれ陰もの人なるべし、すでにこれ陰もの人なんぞ陰もの字を憂えんと。この陰文字を縁と、この今の生命の実物だね、この生命の実物を縁と発せばってこう言うとね、そのこれを頭で生命の実物になろうと思うとこういうね、そういう欲得の話ならばもう
法はるかに法の偏在を利却せりだ。その弁道話にあったけれど、人初めて法を求めるとき、はるかに法の偏在を利却せり。その仏法を求めるって言ったときに、もうはるかに仏法から離れちゃってるんですね。そうじゃない、本当は実物なんだから。これは実物が実だから、すべからくこれ陰もになるべしだ。実物が実物人でなきゃなんないということね。それ実物を求めようというのは、あの求めると頭で考えたら向こうが行っちゃうんだから、二つになっちゃう。そうしたらちょうどね、求めるということ、私は私の座ってる座布団をこうやって引っ張って、これなんとかどけようと思いますって言ったってどかないもん。その上に乗っかってんだからね。でそんなに頭で求めたら、はるかに法の偏在を利却する。そうじゃない、すべからくこれ陰もになるべしだ。ところがね、実は誰だってこの実物を生きてんだ。みんな実物を生きていない人間いないんだ。だからあのすでにこれ陰謀人だ。いや、法華天目家のところでも言ったけれど、どうせ我々十方仏土中もうどっちへどう転んでもその仏法の中にいるんだ。今ここではどっちへどう転んでも生命の実物生きてんだ。いや、よっぽどノイローゼの人で、私は実物生きていませんって一生懸命言ってるけど、それが実物だもん結局はね。でそのどっちへどう転んでも生命の実物生きてる。だからその生命の実物をね、あの野良犬があのゴミためあさってなんかをでそのあの食い物をねあさるように外へ向かって求める必要はないってことです。このすでにこれ陰謀に何ぞ陰謀の字を憂えんというのか、そうあの 仏法の話はいつでもそうなんですね。その生命の実物みんな生きてんだ。だから外へ向かってそのなんかそれをその得ようと思って求めちゃダメだ。はるかに法の偏在利却する。例えば諸悪魔草の巻にもあったね、あのその諸々の悪を作ることなかれだ、諸悪魔草だ、修善奉行、多くの善の奉行せよという。ところが善とか悪とかっていうのは外側にあるかっていうと外側にないもので、結局の話は何だって、自浄五位だ。これが是諸仏教だ。自分が自分になると、自分がこの自分は この私じゃないですよ、この自分じゃないですよ。そうじゃない、今人事人海事事のね、ここの生命の実物ぐるみの事故だ。それをそこへ落ち着くよりほかない。それは事実、誰でも彼でも今生命だ、見る私とそれから見られる世界と、それひっくるめたその別れる以前の生命の実物生きてるのは間違いないんだから、そういう自己人無人海事事の自己人無人海事事に落ち着くようでしょう。それが陰もの字を縁と発せば、すべからくこれ陰もになるべし、常にこれ陰もに、なんぞ陰もの字を憂えんということだ。だからいわゆるは陰もの字を縁と思うは、すべからくこれ陰もになるべし、す
でにこれ陰謀になる。いや、今言うように実物が実物するのはまず自分が実物だ。でところがみんな誰でもすでにこれ陰謀になり、なんぞ陰謀の理をえぐれん、実はすでに実物人なんだから、実物に向かって追い求めちゃダメ、焦ったりすることもない、ただ実物が実物に落ち着く。この終始は直主無常菩提しばらく、これを陰謀という。この終始っていうのはその、まあ、その根本的意味ですね。それは直主無常菩提と、直主っていうのは直ちに赴くことっていうんですね。だから無常菩提に直に赴くこと、直に赴くことって言ったらどういうことかっていうと、無常菩提そのものってことだ。無常菩提って何かっていうと、無常っていうのはこの上ない。ところがこれいつも言うように二つを比較してこの上ないっていうんじゃない、もう二つとない比較を超えたそのものってことだ。だ菩提っていうのはまあ、地、核、道というような意味があるけど、結局実物が実物するっていうことですね。つまりその二つとない実物が実物すること、これを今陰謀っていう。この無常菩提の体たらくはすなわち無人実法界も無常菩提の証拠なり、さらに菩提の人界よりも余るべし。これもね、その証拠って少しばかりから余るべしって言うけれど、これもいつも言うように二つを比較して少ない余るっていうことを言ってんじゃないんですね。そうじゃないんです。人実法界がそのまんま無常菩提だということです。で、そして我らもかの人実法界の中にあらゆる長度なり。今人実法界っていうのは私が 今も言うように、この人実法界って言ってこの客観的な向こう側の世界だと思っちゃダメだもん。いいですか。そうじゃない、この人実法界ってまあ言うけれど、これは私がこの事実生命体験するところに生きているのと同時に、人実法界を経験するところに自己が生きていると同時に、自己が経験するところに人実法界もあるんだ。だからその自己と人実法界とってね、二つに分かれる以前だ。そういうその関係的にある。だから今我らっつってもね、あのいわゆる、1歳分の1の我らじゃないですよ。この人実法界を本当にいつでも、人有人界自己、それが自己だ、我らですね。我らもかの人実法界の中にあらゆる長度なり。だから決してね、長度って言っても長度品部分品というそういうもんじゃない。そうじゃない、そういう自己と人実法界の関係においてですね、あのそういう関係的なあり方を今我らもかの人実法界の中にあらゆる長度なりという。だから仏の長度は法であり、法の長度は仏であるというような言葉あるからね、結局仏さんと法とって一つなんだ。そういうあれを、片っぽはあの法は仏に対して長度だし、仏は法の長度だ。今ここでは我らは人実法界の長老だ。
よりてか陰もあると知る。いわゆる新人ともに人界に現れて、我にあらざるゆえにしかありと知るなり。身すでに私にあらず、命は光陰に移されてしばらくもとどめがたし、黄岩いずくえかさりにし、尋ねんとするに小石なし、つらつら感ずるところに王子の再び王べからざる王子、赤心もとどまらず偏偏として往来するのね。結局ね、この今 我らの信心ですね、我らの信心というのは、ね、これ同時に人事法会だ、そのいわゆる信心ともに人界に現れてね、そしてしかもこれ決まった実態としてはないということです。すべて刻々に、その刻々だから無事象ですね、事象がない。これ人無人海事事です。事事だから無事象、因縁症無事症っていうね。いや、その点ね、あのみんな、あの今の人たち地上ばっかり見てるからつまらないと思うね。あれ目をね、天井に向けて、そしてその大空を見る、青空を見るっていうのと、青空の深さと無限の深さっていうのはそこにある。それからまた雲を見る。いや、今日も午前中私何してたかって、ただ今日はピューピュー風でもって愛してるから、私の今のうちその空がよく見えるんでね、座っててこたつに入ってながら空がとってもよく見えるんで、いや結構だもん。それでずっとあの午前中何にもしないで、ただ空、雲を見てた。この雲っていうやつはね、面白い。まあ本当に雲を皆さんもね、雲をもっと親しんでみるといいと思う。雲ってやつは大きな図体していながら刻々に変化して、そしてふっと消えて、ふっと現れてって、ね、こんな妙なやつないね。しかしながらあれが結局は我々の全ての姿だ。いや、南岳大師も六尊のところ行かないで私のところに来たら、おお雲が来たそういうとこだあのいや本当に雲だもん。いや、全く雲っていうのはコロッとした実体は一つもない、事象がない。いや、大垣にいた時はね、あのことに大垣は良かったね。あの毎晩夕方散歩に出る。そうするとあっちのそのなんていうかな、あそこの平野のあの取り巻く山々のね、夏なん、あの行った年の夏はことにあの入道雲がよくもくもく立った。で、あれですね、その日はあっちもこっちもこうもく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 雲が立ってた。これはことに木曽の御嶽山の上のね、雲がすごかった。それでいつもこう木曽の御嶽山が見えてんだけど、そこの上立ってる。このね、大体雲っていうのはね、私は今あの大空見るのと宇治川見るのとその2つ、川と空ばっかり見てんだからね。これは
内側はね渦ができる。もうとってもたくさん渦が巻くんだよ。それで渦が湧くんだね。それがね、ただこう平面的に渦が巻くだけじゃなくてね、そのボイリングっていうんだそうだ、流体力学っていうと、こう湧いてくるようなね、ああいう雲も、あの雲じゃない、渦もあるもの。そうするとね、水の中でこう湧いてくるようなあれ、それがまた流れていくんだからね。ところがこれ空気中でも同じくなんだ。で、はい、話がこのあれですね、こっちの方からこういうふうに空気がこうして、こっちの方からこうしてって言って、でこういうふうにあれすると、ここではこう上りになるでしょ、上昇気流だ。そうするとここへ黙々とこう入道雲が立つわけですね。そしてここにそのこの入道雲がですね、夕方になってくるとこういうふうにこう大きなあれでもって赤色だね、赤い紫でこう立ち上がってくる。これがその大垣で見たね、その御嶽山の上立ったあの時の、私一生忘れないと思うけど、もう全てが真っ暗になってんだ。真っ暗になってるけども、その赤色に輝いたその入道雲がその木曽の御嶽山の上どっかりと立ってんだね。それが今度ね、もっと真っ暗になってくると、今度それが白い灰色、灰海色っていうんだね、灰海色に変わった頃から、今度はパッパッパッパね、そのあれですよ、稲妻がね、それこそパッパッパッパ、これあんまりね、こう見てて、あんまり激しいもんでね、こっちはあれですよ、大垣の田んぼの上でもって蚊に、夕方ちょうどその頃蚊がバーって出てくるんだ。蚊を一生懸命こうやりながらね見てんだ。音は聞こえない、2、30里離れてんだ。これでもパッパッパッパね、あれを大垣、ちょうど木曽の御嶽山、その頃はまあ大夕立でしょ。それでそれからまあそれでもって帰ったけれど、だけどそれで真っ暗になっちゃってから、この夕立雲は今度は跡形もなく消え失せるんだ。そして今度は星空になってさ、木曽の御嶽山ほっとして静かな眠りにつくっちゃう。これの夕立雲、これがまた人間の一生のね姿でもあるんだ。結局ね、上昇気流のところに我々パッとこうして現れてさ、そしてなんだかんだってパッパパッパ稲妻やって、そしてまた急にふーっと消えちゃうんだ。これがね、だからそれを何者か陰もらいってね、いや私のこと今年の年始上ね、あれもうここで三四編紹介したけれど、本当にだ、刻々に色も姿も変化して、二度同じことなく二つ同じものなし、いずこともなく現れ、いずこともなく消えゆき、雲さながらに虚空に浮かぶってね。これみんな虚空に浮かんでんだ、ただ一応で、それでただ我々の抽象概念、私の我々の頭で考えたね、考えの中だけで雲っていうのはあると思ってるのね。これは大昔から雲だ。その大昔から雲って言ってる。で今の我々も雲って言ってる。それからずっと何千年も何万年も経っても雲って言うでしょ。そうするといかにも雲っていうのはあるかと思ってるわ。だけれど本当は
雲っていうのは刻々です。それで雲だけじゃないもの、全てがそうだ。前にね、あの北海道の小学校の先生だっていうのを手紙を起こして、の私は札幌へ行って、でなんかの博物館の展示を見たんだ。そうしたらその古いものがそこに置いてあって、あなたは無常だって言うけれど、ああいう古いものがこうやって残ってるところから見ると無常とは思えないがどうでしょうかって手紙を起こした人がいたね。やっぱりそういうとまた差別用語だって言って文句言われるかもしれないけど、どうもやっぱり田舎の小学校の先生ちょっとお粗末だなって私は思ったわ。何これね、ダイヤモンドであろうとだ、これ何万光年何十億光年中のから見たらね、ダイヤモンドだって、あとはあの本当に刻々現れたと思った、ああすぐ消えたっていう、もう白物でしかないんだ。それをダイヤモンドはあの不朽不滅のものと思ってるとしたら、これはよっぽどおさまつだ。我々の目はね、あの少なくとも何十億光年っていうね、あの何十何百超光年ぐらいのこと、そういうとこから見渡してこないでしょ、間違うもん。そうするとあらゆるものがね刻々なんだ。そしてそういう刻々で絶対にこれって掴めないものね、それを今は生命の実物っていうの。でそのいう生命の実物はこれ切字一物即不中なんだから、いいもとしか言えない。それだから我々の概念存在でさえも、我々はさっきも消したけれど生命の実物の中にあるんだからね、それぐるみ刻々だ。本当はで、そういう今言ったように、だから陰もっていうのね、陰もっていうのはだいたい無常、お釈迦さんの言う無常ね、あれ無常概念からこう発展してきてるわけです。お釈迦さんの場合諸行は無常だっていうね、それと同時にあの全てはこれあるがゆえに彼あり、彼あるがゆえにこれありという縁起、すべて縁起諸行だ、縁起によって成り立ってるっていうね。今これ結局これですよね、こういうふうに空気が流動するでしょ、そしてこのところに上昇気流のところにこういうあれが、これは無常です、流れだからね。しかしこのところいかにもできたっていうの、これ縁起諸行だ。空気が流動するところに大きな入道雲がいかにもできてきたっていうのね、これ縁起諸行です。それでところがそのそういうお釈迦さんの仏教がその後あれですね、金剛般若経なんかになると、あのこれも前に会したことあるけれど、一切の諸僧はすなわち僧にあらずってね、金剛般若経に出てるけど、うん、あらゆるものは非相だ、相にあるそうでない、あらゆる相ってね、諸相は非相です、あらゆる諸相は一切諸相は相にあらず、諸相は非相です。それで